も。どうもです。何それ何それ、どういうイントロですかみたいな。どうですか。まあ、一応ですね、今回、まあ、伊賀様いろいろと忙しいと思いますが。本当だよ。ね、すいません。ちょっと無理やり時間いただいてですね。ちょっと、まあ、後で本題に移りますけれども、まず、もしかして、初めて、生の伊賀様を見る方もいると思いますんで、はい、簡単な自己紹介はお願いしたいと思いますね。はい、キックスターターでですね、そこそこのお金を集めました。そこそこのお金を集めさせていただいて、ブラッド・セント・リチャード・オブ・ザ・ナイトっていうタイトルを、最近ちょっと、まあ、プレスじゃないや、普通にリリースをしたんですけれども、それのプロデューサーをやってます、五十嵐と申します。はい。普通はですね、伊賀様は、鞭を持ち歩いてるという話を聞いたんですけど、鞭はないです。ありますよ。ありますよ。どこら辺ですか？このね、向こうにある。あ、つまりオフィスに、うん、いつでも鞭は使えるようにと、常駐してるんですか。で、ちょっとだけ、差し支えなければ、まあ、私の自己紹介に移りたいと思いますが、はい、私は、ベン・ジャッドです。8年ほどカプコムでお世話になって、まあ、いろんなゲーム、学ばせていただいたんですが、その後は、DDM という、ゲームエージェンシーで、勤めさせていただいて。ということで、まあ、今回ですね、はい、まさにインディーチームがそうやって頑張って着々と、うん、まあいろんなゲームは出してきたんですけれども、はい、ちょうど8月、27日にリリースされるミノリアというタイトルをちょっとプレイしていただいて、うん、はい、まあゲームに対してコメントもいただきながら、また昔関わったタイトル、まあ月下とか、うん、まあブラッドステインもそうですけれども、そういうコメントというか、まあ、実はこういう作り方あったよっていうのがあればですね、うん、とてもためになるかなと思います。はい、よろしいでしょうか？はい、わかりました。すいません。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、始めます。で、まあ、このゲームを作ってるのは、ボームサービスという、ブラジルにいらっしゃる人たちですけれども、はいはいはい。やっぱりもう、伊賀さんも大ファンですね。で、まあ、伊賀様のそういうゲームデザインによっては、すごい影響を受けて、うん、まあ、このタイトル自体、ミノリアというタイトルですけれども、やっぱりちょっといわゆるイガバニアというか、うん、検索系のゲームですね。このマップの書き方が、はい、あれっぽいよね、やったやつっぽいよね、すごく。やったやつっぽいというのは、うん、月下とかブラッドステイン的な感じですね。どっちかっていうと、月下っぽい。はい、うんうん、このその表面の歩くとこだけ書いて、中黒くするとかっていうのって。うん、それはちなみに何のためにそんな風にあるんですか、クリエイターとして。キャラ削減できるじゃないですか。まあ、なるほど。あとは歩く場所がすごくわかるのと、はい、あとその奥の背景ちゃんと書いてあるから、うん、まあ、それで対比で綺麗に見えるんですよ。綺麗に見えるわけですね。今隠し壁でしたよ。あ、隠しエリアにも入りましたか。はい、この笑い声は怖い怖い。あ、今回復マジックは使いました。はい、このちょっと先に一回ちょっとやらせてもらったんですけど、この笑い声が超怖いんですよ。ああ、そう、ちょっとデフォルメっていうか、痛い。このダメ怖い怖い怖い、ダメージ見て、ダメージ見て、もうなんかピュー、一発でピュー、8割ぐらいのバイタルが減ったっていうことですよね。そうです、そうです。うん、あ、デモだ。デモシーンですね。デモですね。こういうね、こういう、まぁ、あ、ちょっとアニメっぽいけど、またツーンシェード的なところ。ツーンシェードですよね。まぁ、あ、綺麗ですね。こういうアートスタイルはとても好きです。はい、初めて見たときに、はい、よう頑張った、はるなと思いましたね。うんうん、そうですね。トゥーンシェードでちょっと頑張ってますよね。うん、確かにスイッチのゼルダもね、トゥーンシェードを使ってですね。はいはいはい。あれは、まあ、スペックがすごく高いかというとそうでもないのに、グラフィックスはすごい綺麗に見えるんですよ。はいはいはい、はい。やっぱりアートデザインによっては、別にスペック低くても、うんうん、まあ、いい感じに見えますよね。まあ、世界観を表現できるので、まあ、そういう意味ではいいんじゃないかなと思います。うん、はい。
まあ、ブラッドステインを作った時もいろいろですね、アートデザインどうするかとか、はいはい、まあ、ピクスルっていうかドット絵が欲しいとか言ったユーザーさんもいらっしゃると思いますけれども、まあ、最終的にですね、やっぱりライティングとアートに関しては、あ、これ綺麗だというあの評価が、まあ、結構ありましたね。はい、まあ最後全部作り直したんで。もう、三つのゲーム作ってるような感じだったんですね。もうあれ大変でしたよ、もうなんか。はい。最後に、あの、うちのスタッフがもうほぼ一人の人がパワープレイで手で置き直しをしておりましたこの、ま、ゲームは基本的にあの暗い設定っていうか、はい、色合いはわざと暗い感じ、ま、ゴシックのところを意識して作ってると思うんですけども、はい、伊賀様も確かに、ま、ゴシックの背景として有名ですね、はい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 、で、ま、おそらくライティングが非常に大事かなと思いますが。ライティング重要ですね。あの、最後に全部手付けしたぐらいですから。はい。その、暗い背景と、あの、対照的な、明るいライティングのなんか、考えはありますか？あの、割とその、ホラーチックな要素って、うん、あの、ハイコントラストが割と、ま、あの、よく使われる、手法として使われるんですね。はい。で、あの、まあ、モノトーンもあれなんですけども、ゴシックってすごいカラフルだったりするので、はい、まあ、そこら辺のバランスが結構重要なのかなっていうふうには思いますけどね。まあ、おそらく他のジャンルと比べて、あの、すぐライティングに対して気を配らないといけないという感じです。ディティールがいろいろあるじゃないですか、あの、ゴシックって、はい、ゴシック無駄な美って思ってるんですけど、うん、結構その無駄な表現をするのに、ディティール感を出すっていうのも結構重要だと思っていて、はい、なのでそのライティングは結構重要だと思います。これもう死ぬ、お、ボス、まあ、実はこれミニボスらしいですけれども、結構大変ですね。怖い、ダメでした。ああ、そうかそうか、はい、その回復がないんですよね。はい、はい、もう一回じゃあぜひリトライしていただきたいです、はい、あの先ほど、はい、あの日本語で何て言うか分かんないですけれども、あのキャラが、まあ、アイドリングというかアイドルアニメーションというか、はいはいはい、動いてない時に何か遊びするとか、はい、確かソニックでもそういうのあると思うんですけど、はい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 、イカ様のゲームにそういうのありましたっけ？あります、あります。特にあの上を押すとなんか挑発ポーズを取るっていうのが、あ、あの今回も入ってます、はい、変なの入ってます。まあ、あのうちのディレクターがジョジョ好きなんではい、そういうのは必ず入れるということですね。そういうのは必ず入れる、はい、そのドロップの確率、はいはいはい、どうやって決まるんですか？ドロップの確率はですね、どのぐらい敵をセットするのかとかっていうのと、はい、あの、あと、まあ、どのぐらい倒しやすいのかっていうのと、あと全体的にこの落とすのにどのぐらいその落としていいのかみたいな、はい、勝った、なんか初ですよね、勝ったっていうのは、うん、しかも喋りながらできたじゃないですか。それが一番こういうあの、はい、実況プレイの難しいところですよね。ちょっとかわせなかった、ノーダメでクリアしたですよね、こういうのね。はい、お、全然配球変わりましたね。これもしかしてボス？ボス、うわー、じゃあ、 あのボスで一発死んで、あのそれで終わりにしようか。多分ね、死ぬと思います。あ、強そうですねデモ付きですからね。はい、お、テレポできるですね、うん、それもやっぱりややこいと思います。この人のここの角みたいなのつって私は悪魔ですって言ってるような感じですね。そうですよね、はい、基本的に天使はそういうのをつけないですよね。つけないですね、つけないですね。いいじゃないですか、曲。はい、そう、それで音楽がちょっとやっぱりペースアップしてる。シスターデモ、デモあら、うわあらあれ回復したと思ったのに。つまりその一発がとても強いということですね。はい、痛かったですね。要はもうちょっとヒットポイントを見ろって感じですかね、はい、そうですよね、
ちなみに月下とかそれでなんかヒットポイントが少なくなってくるとなんか振動入れたりなんかあんま月下はないです。ブラッド戦ありました。はい、ありました、ありました。そういうのはやっぱり必要ですよね、みんなが。そうですね、真剣にバトルやるときに、ね。今、昨今のゲームって昔よりも画面が横幅になったじゃん、大きくなったじゃないですか。うんうん、で、みんなでかいテレビ持つようになったじゃないですか。うんうんうん、左上にあるゲージ見れないんですよ、あんまり。目が。そうですね。いかないですよ。敵でかいってだけにね。結構、その、見えないのがあって、まあ、ブラッドステインドの時に、をやってる時に、あ、見れないな、これって話になって、で、なんとか、この、振動を入れてみたりとか、あと、画面全体赤くしてみたりとか、いろいろ、実験をして、わかるように。はい、まあ、今回ですね、いろいろご協力していただけて、はい、とても、まあ、クリエイターであるボムサービス様だけじゃなくて、はい、まあ、私もいろいろと学んだことがあったと思いますので、はい、ありがとうございました。はい、いえいえ、こちらこそありがとうございました。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。